の6時から何叫んでるの？スー、電話に出ないんだ。近所に迷惑じゃない。あ、スー、助けてよ。一体誰に電話かけてるの？アナと雪の女王のエルサの声優を探してるんだ。でも全然出てくれないんだよ。それは難題ね。なんで話したいの？大ファンだから招待したいんだ。そうなの。ちょっと忙しそうだからエルサを探してみよう。本当に？多分ね。考えがあるの。すぐに始めよう。じゃあ待ってるから。はーん、こんにちは。未知の世界への準備はできてる？あ、来たの？なんだ、エルサだと思った。がっかりしちゃった。まずは家を建てておこう。そうすれば来るかな。うん、以前にもエルサの家を作ったけど、今回は別の家。夢のようなデザインだわ。サムが選んだの。これが最初の家具。はい、お願い。なんで目立たない家具から始めることにしたの？いいじゃん、寝室で一番大切でしょ。気をつけて。エルサにはぴったりね。2本目では綺麗な衣装をたくさん持ってたし。はい、白いドレスって最高。みんなもそう思ったら高評価してね。このエルサの衣装はすっごく綺麗。でも私は1本目の豪華な青いドレスが一番好きだわ。今何作作ってるかわかる？ディズニークイーンのワードローブなんだ。またおしゃべりなサムチンが全部言っちゃったわ。うわあ、大きなワードローブ。ドレスがたくさん入りそう。うらやましい。僕に頼めば完璧なワードローブを作ってあげるよ。ありがとう。ちょっとデザインを変えるわよ。どういたしまして、任せるよ。うん、でも好みはほとんど一緒よ。うわあ、完璧。すっごくおしゃれ。蓋をすれば出来上がり。蓋をしないと衣装を取られるかもしれないから。取れ？あ、火の精霊か。うん、好奇心旺盛でいたずら好きよね。これはエルサの作業場。やることがたくさんあるでしょ。ああ、女王になるのは楽しそうだけど実際には大変。クラフトも大変だけど楽しいでしょ。大丈夫よ。うん、何が入ってるのかな。ねえ、まだ見てないよ。エルサにも秘密があるのよ。派手なテーブルの足を見て。1本目、2本目。家の中に入れてみよう。ここがいいかな。女王にぴったりだよね。あ、気に入ってくれるかな。気に入ってくれるわよ。ここには何を置くと思う？なんてこった、棚がもう一つ。たくさん作ったから全部一つには収まらないの。エルサは読書が好きだからランプを半分作っておいたよ。私も半分作ったから組み立ててみよう。これで不思議な精霊と交信できそう。できるかもね。ランプも綺麗でしょ。これで作業場はバッチリでしょ。じゃあ作っておいたものを置いてみよう。僕が活躍する番だね。はい。うわ、細かいところまでよくできてる。みんなも動画を止めて見てみて。ありのままの自分になるの。みんな、もうちょっと待てばすっごい飾り付けが見られるよ。サムチンがこれくれたけどどうするのかな。どういうこと？す、目を覚ましたら僕にクッキーを持ってきなさい。そうか、これを使えばいいんだ。ありがとう、サムチン。ダメだよ、催眠術をかけるために頑張ったのに。それよりエルサの椅子を作れたんだから喜ばなきゃ。まあいいか、第5の精霊になるのも大変だし。魔法の森の精霊が守ってくれるから大丈夫。うわぁ、巨人に家を破壊されちゃう。すぐに隠さなきゃ。大丈夫よ、巨人には小さすぎるから。これで椅子は完成。モダンなデザインを気に入ってくれればいいけど。気に入ってくれるよ、エルサはセンスがいいから。アナもね。新しい女王も忘れないで。二人で座って話すためにはぴったりのソファーじゃない？うわ、早く
く一緒に再会するのを見たいよ。感情的になっちゃって、みんなも見たがってるはずよ。これでハッピーになれそう。家族のパーティーのために飾っちゃおう。見て、これでソファーもおしゃれに見えるわ。早く受け取ってくれないと落としちゃうよ。ありがとう。サムチン、重いものを持ち続けると疲れるわよ。でもクッキーを持つために鍛えないと。エルサもリラックスしたり、友達と一緒にパーティーをしたいはずよね。わお。はっはっはん、振って振って、体を振って楽しくパーティーだぜ。これでパーティーの DJ は決定ね。僕に任せて。ちょっとこちょっとこテイテイテイね。うん、いいじゃない、エルサも気に入るはずよ。このテーブルを見て、何を置けばいいと思う？パーティー用の食器よ。はいはい、これでみんなを招待できるね。ありがとう。多く来すぎちゃったらどうする？大丈夫だよ、みんなのためのスペースを作るから。素敵じゃない、エルサのスタイルにぴったり。テーブルを動かせばもう一つ椅子を置ける。はい、椅子。よし、これでバッチリ。す、次は2階を作らなきゃ。本当に？じゃあやってみよう。気をつけてよス、僕は物じゃないんだよ。ごめん。じゃあ2階はどうしようか。完璧なアイディアがあるんだ。ちょっと待って。みんな、エルサ以外で一番好きなキャラは誰？私はオラフが好き。ちょっとサムチンみたいなところがあるから。え、僕のこと呼んだ？みんなに映画の好きなキャラのことを話してたのよ。みんな最高だし、このままだとエルサは2階にジャンプしなければ行かれないよ。早とちりしないで、まだ階段を作ってないのよ。うん、エルサが魔法で階段を作ったみたいです。ごくおしゃれ。私も彼女のスタイルが好き。頭に何乗せてるの？新しい家具をテストしてる途中だったんだ。バイバイ。結構秘密主義よね。じゃあ魔法を使ってみよう。サプライズにしたいだけだよ。この階は空っぽだから飾りたいんだけど。よし、まずはこれから。はい、どうぞ。ああ、わかった。エルサの居心地のいいベッドか。柔らかくて暖かそう。うわあ、眠くなってきちゃった。ダメだよ、これ以上エルサを待たせられないから。冗談よ、王族にぴったりなベッドだわ。新しい髪型を見て。いた、髪を引っ張らないで。サムの可愛いポニーテールとベッド用のカーテン。柔らかい枕は寝るときにぴったり。ランラランー、まだバスルームはできてないよ。すぐ緊急事態発生。大丈夫、一番最後に作るから。手洗いは大切だから流しを作らなきゃ。はい、他の家具とマッチするように飾らなきゃ。すっごい、早く部屋全体を飾りたいわ。エルサってシャワーで歌を歌うかな、どう思う？うん、歌うなら毎朝レッドイットゴーを歌ってるはずよ。みんなはレッドイットゴーを歌うのが好き？好きだったら高評価してね。便座は椅子と同じくらい大切だよね。そうね、サムチン、ここに置いてシートカバーをつけてと。これでオッケー。これは何？盾でもないし、カツラでもないし。バスタブのためのアイディアよ。これでわかったでしょ。よし、オッケー。ここにはシャンプーボトルやアロマキャンドルを置いてみよう。あー、すごいアイディア。お風呂に入っていい？エルサに聞いた方がいいけど、いいんじゃない？シャンプーとシャワージェルを持ってきたよ。最高じゃない？じゃあ綺麗に並べてみよう。これと、もう一つのボトル。綺麗でしょ？それと歯ブラシも。みんなにも見せてあげるからついてきてね。
サムチン、もう一度不思議な精霊を呼び出してみて。うん、道具も持ってきたよ。やった、エルサが来たわ。ようこそ陛下、質問があるんです。新しい家を気に入ってくれたみたいよ。他にもアナと雪の女王の動画が見たかったら高評価してね。チャンネル登録もよろしくね。またね、バイバイ。